駅入口構内駅前総合駅は、岡山県備前市日生町総合にある、西日本旅客鉄道阿光線の駅である。駅番号は、JRN16。阿光線では、相生側から見て、最初の岡山県内の駅であり、当駅伊勢は管轄も岡山支社に変わる。隣の備前福賀駅から、東は、近畿東括本部の管轄である。なお、 運転系登場の実質的な漁師車の境界は、番州阿公駅である。駅番号は、岡山駅当駅間で設定されているが、番州阿公駅方面では設定されていない。岡山方面に向かって、右側に、単式1面1線のホームを持つ、地上駅。ホームはかさ上げされていないため列車と、ホームには、大きな段差がある。 東岡山駅管理の無人駅で駅舎はない。行き違いのできない防線駅のため岡山方面行きと番州阿古方面行きの双方が同一ホームに発着する。待合スペースと自動券売機1台 IC カード読み取り装置がある。自動券売機導入前は乗車駅証明書発行機が置かれていた。自動券売機は設置当初。 非疑危券を発見していたが、岡山地区自動改札機導入に合わせて、磁気券化された。便所は、男女共用の推薦式がある。かつては組取式だったが、2004年に推薦化された。1日の平均乗車人員は、下表の通りである。片側は山である。山のふもとに住宅が密集している。農地もある。 駅から徒歩2分の国道255線沿いに、備前市営バス総合中停留所がある。ありがとうございます。